やっほー、おはー、今編集ナウでーす。組んでる。おはよう。ちょっと何時ぐらい、10時ぐらいに起きて、ここが苦しいので今こうやって伸ばす。昨日ぶり、やっほー。ちょっと今日は編集して、その後に用事があるので、それに合わせて配信しながら編集していこうかな。と思ってます。ちょっと有意義に11月は使いたくて、配信もしたいんだけど、編集もみんな YouTube ちょっと待たせているので、私しか編集する人いないので、ちょっと編集を頑張ろうかなって。皆さん見届けてくださいます。朝昼兼用のご飯は食べました。編集ソフトは Adobe を使っています。音が漏れたらいけないので、 iPods しながら編集をしようかな。ブランチだね、ブランチ。あんにゃん。ということで、ちょっと編集をしていきたいと思います。これパソコン、こんぐらいの距離になると思うけど、もう2本指しか使ってないからね。やっほー、みんなおはー。今起きた人もいるんか。5本ね、使えないの。
編集なう。この体勢が疲れるよね。これがさ、早く打ったらさ、編集超はかどるんやろうな。やばい、シリが反応した。応援してちょう。あー、ここら辺で BGM かな。待って、なんかむずい。MacBook。髪の毛遊び。ブルーカットメガネ。ちょっと。ブルーカット。スピ
ピンでメガネってやば。まあいいや。今ね、みんなの質問に答えてるね。テロップ打ってる。テロップ打つのほんと嫌い。だいぶ雰囲気変わったね。うっそ、前髪を流したからかな。じゃあ今年私雰囲気変わったんだ。全然私の中ではそんなピンときてない。ここは苦しいの？テロップ打つのが一番苦手。やばい、カーソルが消えた。いやー、同時進行しちゃったからだ。カーソル消えちゃった。ちょっと待って、あ、カーソル消えた。カーソル消えた時ってどうしたらいいの？カーソル消える時ってあるよね。あー、動かなくなっちゃったカーソルが。うわ、カーソルが動かなくなっちゃった。やばい。うー、これ保存されてるかな。やばい、やばい。うわ、これどうしたらいいん？
保存されてる？これ切れちゃった切れちゃったこれなんて言えばいいの？うわ、ちょっと待って一回閉じよう。たまにバグるときあるよね。充電、それでも動かないよね。カーソルがずっと止まっちゃってるんだけど、やばい、カーソルが止まった。えん、保存もできないよ、どうしよう。え、これどうしたらいい？え、カーソルがねずーっとここに止まって、こうしたらさ画面の方が動くの。画面っていうか、うわ最悪。これさ、でもカーソル動かんからさ、なんか消すことができないんだよね。なにこれ、でもくるくるとかじゃない、もうカーソルがずっと止まってんの、ここで。もう固定で画面だけ動く、こうカーソルずっとここ。あーあー、せっかく編集してたのに、多分同時に押したからかな、なんかこういっぱいいっぱいになっちゃったのか。うわ、これどうしよう。再起動するか。これ再起動ってどうやってするんだっけ。これ長押し。うわ、今真っ黒クロスケ。ダーンっていう、いきなりめっちゃでっかい音で。みんな気をつけて。ダーンっていうよ、いきなり。はあ、編集の邪魔しないでくれよ、せっかく編集やる気になったのに。ああ、携帯の方がつないじゃった。こんな感じで編集頑張ってくれると思うでしょ？でしょ？日本指だよ、日本指でこんなんやってさ。編集自体は大嫌いだから、マジでやる気が起きないとできない。これも多分さっきやった編集全部パーだよ。あー、こういうことよくあるんだよね。メンタルそんなんでやられてたらもう死んじゃう。もう本当お願いだから保存されてて、お願いします、保存されていてください。お願い。最悪、されてない、されてません、されてません。悲しい悲しい、もういいや、頑張る。
最悪最悪、抜けた抜けた抜けた、抜けないで。もうなんか今日さ、編集するなって言われてんのかな。なんか悲しい。ハードディスクがいきなり落ちて抜けた今。なんか悲しい。もう編集する気なくなりそう。シリが反応した。やめて。メンタルマジでやられるんだよね。ああ、悲しい。ちょっと一瞬もうやらす、やるね、これ。追いつく。パーになりました。てへてへ。追いつきます。保存されてないの悲しい。
ありがとう編集頑張る。もう一回消えちゃったから今ちょっと、もうちょっと気持ち落ち込んでます。落ち込みなう。結構きつい。うわあ。同じことやってる、さっきと。もうさっきだったらもうこれ全部終わってたのに。ピエンすぎる。ピエン案件。これもう保存しとこうかな、怖い。また消えるのが。本当にもうね、作ったものが消えるのが一番怖い。もう同じのをやり直してます。データは見つかっておりません。保存するべきだね。同じことを繰り返している。まださっきの続き。
あ、もうちょっとで追いつく。やっとだ。あ、もう追いつきますね。やっとだ。はい、できたから一回保存する。怖いから保存します。ふう、やっとさっきの編集まで追いつきました。でも自動保存できるようにはしてるんだけどね。いや怖い怖い、保存できないで怖い。ちょっと休憩。おかしい。このしっとりクッキー、昨日オンラインの話し会のキングさんからいただいたやつ。私はキャラメルマカダミアナッツ、おんちゃんと一緒。おいしい。お茶入れようかな。優がいきなり、うん、皆さんにね紹介したいお茶がある。ちょっとお湯沸かすわ。和紅茶にしよう。いっぱいね、なんかこういうのをいただいたんですよ。こういうお茶屋さん、鈴五十嵐園、五十嵐園っていう、なんか五十嵐園っていう、いつもお世話になってる湯浅さんからいただいたやつです。なんか西小山にお店があるみたいで、ちょっと今日はこっちにします。これに飲む。
香りがしてる。あ、じゃあ私の今日まだ上しか着替えてないんだけど、いつも寝るときね、こういうね、なんか裏がモフモフになってるメリキュットっていうかな、メリキュットみたいな、なんかここにポッケもついてる、こういうのを履いております。こういうスタイルで家で過ごしてます。じゃん。私の好きなベアミネラルさんからいただいたマグカップで、きつくないです。一応 L サイズ。なんかそのキュッてなってたらちょっと寝るときとか家で過ごすときとかちょっときついなと思って。めっちゃこれ愛用してる、メリキュットのやつだからね、超めちゃくちゃいいよ。なんていうのかな、なんか なんていうの、すごい楽ちん、楽ちんです。暑そう、ちょっと暑いかな、緩めです。結構めっちゃ湯気出てる、わかる、黒い服でわかる。もう冬やからね、こういうねお茶をね飲むっていうこの習慣が私は好きです。ちょっと一回ここでも今日あったかいんだよね、最近ね夜が冷え込むかなって感じなので、お昼はまだ、わめっちゃ曇る、わの人大変だ。うん、おいしい。あー、おいしい。めっちゃこういう甘いクッキーに合う味、和紅茶ですからね、和の紅茶。おいしい。13時になったら準備しなきゃやばいかも。ちょっと編集続けます。あともうちょっとで終わるので、
しよっかな。むずい、尺が長い。あーね、やばい、どうしよう。20分ぐらいある。うー、絶対20分も見ない、ね、どうしよう、20分も見ないよね、みんな。いや、ファンの人は見るよって言ってくれるんだけど、いやー、これちょっと長いかな。ちょっと長いよね、ちょっと長いよね。どうする、どっか切る。メガネ、まあ、うわー長いなー、どうする。うー、どうしよっかな。どうする？うん、尺が長い。15とかに抑えられたらいいんだけど、あと5分削んなきゃいけない。うわどうしよう、どうしよう。うわー21分です。長いな、めちゃくちゃ長い。コラボならいいんだけど、どこをカットするか。
長い夢どうしよう、ここら辺カットするべきかな。これカットできる。もういらないか。ここもいらないね。まあ、ああ顔隠れた。
ガブって音あった方がいい？つけてみる。やばい、もう13時になる。15時だ、間違えた。もうさ、月見バーガーって終わってるよね。エオン。ちょっと待ってもらっていいかしら。これもいらないか。
ックは終わったんだ。マックの月見終わったよね。これもいらないな。これどう？だいぶ減ったんじゃない？うわー、あんま減ってなさそう。あー、これでも20分、長いな。そのためにハドを行こうか迷ってます。キナ？絶対的にキナ？また顔隠れた。待って、これどう？会話つないどる。
あ、いける。うん、真剣な顔や、初めて見ました。まああんま見せないもんね。え、待って、20分ってやっぱ長くない？うわこれカットしなきゃいけないかもしれない。あ、やっと20分、20分になった。20分ちょうど、20分あと5秒みたいな。カットできそう？どっかカットできない？あんにょーん。うわ、めっちゃこれいいんじゃない？波動玉何個渡せばいいですか？しおりに全部渡して。
んでこんなにさ最近暗いの。まあいっか、別にカットせんでも。19分ってさ、長い。ちょっと待って、もうやばいかも。そろそろいかんとやばいかも。いかんとっていうか、メイクせな。19分36、長くない？ちょっと長いよな。まあカットするはするにして、一回これを書き出して、どうせ修正に見せなきゃいけないから、一回これちょっと、まあこっからカットするはするにして、一回書き出しとこう。じゃあその間ちょっとメイクしていきまーす。もうなんかさ、分け目がさ、なんか変わってきてるんよな。なんかみんなの質問に答えてたらめちゃくちゃ。じゃあメイクをするよん。書き出しな。うん、ちょっとね最近乾燥するので、このこれね、私ここからファインで買いました。薬局なら売ってると思う。これね、本当にワセリンなんだけど、ワセリンのリップクリームバージョンが出て、乾燥するなっていう時に塗るとめちゃくちゃいいです。使ってみてね。ちょっと一回書き出しといて、修正があった時にカットと一緒に修正もしちゃう。今日別にメンバーとね会うだけなので、そんなメイクしなくていいんだけど。もう眉毛がねそろそろやばいので、眉毛サロンに行きたい。冬でもねメイクはねしといた方がいい。メイクじゃない、日焼け止めはね塗っといた方がいいですよ。今日はお仕事メイクじゃないので、クッションファンデだけで済ませよう。夜配信できないので、夜が多分配信できないんですよ今日。なので今この時間に配信しているんだけど、
だいぶ肌が白くなった。そうなの、ごめんね。お仕事っていうか、半々ですね。プライベートでもあり、お仕事でもあり。です。でも仲良しメンバーと会ってきます。それも、モバメに送ります。私、メンバーとプライベート遊んでるんで、プライベート、一緒に遊んでくれる人って、マジでメンバーしかいないので。私はメンバーと遊ぶときは遊びますけれども、ユーナーモギョンコラボは絶対にやりたいの。今年中にはやりたい。あ、今年の目標、ユーナーモギョンともう一回コラボすることです。一回目のコラボがなんか変顔じゃないや、色物屋みたいな感じのバージョンで、私がなんかもう一人でやるみたいな。マジ今思ったらさ、ようやったわ千織って思うんだけど、そう、それをね、まあ、ユーナモギョンの方でやって、私の方でオリジナルフリーダンスみたいなやったんだけど、なんか、まあ、その時は正直そんな仲良くなくて、まあ距離があるみたいな感じだったんだけど、今はめちゃくちゃ本当にプライベートでも一緒にいる子たちなので、なんかそういうのでもすごい関係性が見える配信っていうかコラボになりそうだなっていうのもあって、マジで改めてコラボしたいんだよね。みんなさ、コラボしましょうって言ってくれてて、企画がな、ちょっとぶっ飛んだ企画をさやろうとしちゃってるからさ、許可がね降りないんだよね。いや、やるんだったらさ、しょうもないことよりもさ、ちゃんとしたいじゃん。ただ怖いのが、ユーナーモギョンと配信じゃない、 YouTube コラボをしてしまうと、仕事じゃなくなりそうで怖いんですよ。なんかマジプライベート感が出ちゃって、放送できなくなったりしないかな。放送できなくはならないだろうけど、なんかちょっとこう、なんていうのかな、仕事感というよりマジプライベート感が強すぎてボツになったりしないかなみたいなっていう不安はある。それがめちゃくちゃに怖い。なんかさ、何でもさいいよみたいな感じだったらさ、こっちもさ、なんかいろいろこういうこともしたくてとかさ言えるんだけど、ちょっとねね、難しいです。このキャラメル、ほんとさ、それさ、何、ユイリのファンの人をずっと言ってるんだが、ユイリンゴはずっと肩からキャラメル好きって言ってくれるんだよね。マジでユイリしかいません。だから絶対そういうこと言うファンはユイリのファンだと私は思っています。ユイリのファンしかそれ興味ないのよ、肩からキャラメル。エラ削りますよ、もちろん。私の命のシェーディング、まあ軽くね、今日はマジで軽いメイクします。メイクそんな塗りたくりたくないので、塗りたくりたく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 めっちゃいい、塗りたくりたくない、まあすっぴんメイク的な感じかな。クッションファンでしか
してないしね。とりあえず人前に出ても恥ずかしくないような顔でいきます。だからもしコラボしたら皆さん楽しみに待っていてください。なんで最近さ暗いんだろうね、こんなに。メイクは光が命なのでね。光を消えないで。結構ちゃんとメイクしてしまいそうで怖いな。メイクって一回やりだしたら止まんないよね。てか待って、ちょっと時間やばいかも。のんきに配信してる場合じゃない。普通にやばい。ハイスピードモード、ちょっと待ってって。時間長ないね。配信はもしかしたら途中で切っちゃうかもしれません。どうしよう。もう今日は夜配信できないので、とりあえず今日はちゃんと編集も進んだし、なんか配信も同時でできたからちょっと有意義に感じてますね。私さ、今までさ無駄な時間そんな気にしないタイプと思ってたけど、私無駄な時間が一番嫌いなのかもしれない。私意外と無駄な時間、なんか今何してんのこの時間っていう時間が本当嫌いみたい。みんな好きじゃないだろうけどさ、特になんかそこまで別に無駄な時間に対してこだわってないと思ってたんだけど、嫌いみたいです。髪の毛もしなきゃ。そう、なんか休みの日とかさ、私めちゃくちゃさ美容の予定とかさ3件くらい詰め込んだりしちゃうのね。
うやって有意義にちゃんと時間組めた日って超すっきりするんだけど。お仕事とかね入っちゃうとねできなくなっちゃうので。うん、いい感じ。あと30分髪の毛をしたいんだけど、髪の毛はねここではねあんまできないんだよね。カキカキ、ということで今日はここら辺で終わりにしたいと思います。よし、じゃあ皆様見てくださってありがとうございます。ちょっとランキング読むね。13位しげしげ、12位かみちゃんと中の王子様、11位ひでやと北海道、10位アリナ、9位ジン、8位ぽよぽよ妖精、7位プルーン、6位マイコル、5位一四字光、あと千代、4位アリサ、3位こなし、2位ベロニカ、1位ボブアート平和主義です。イエーイ、できる美少女千代漁師、さすがです。じゃあこっからちょっと髪の毛を準備して、で今日は何をしたのか夜ぐらいにモバメ送るのでぜひお楽しみにしておいてください。こっから髪の毛ちょっと作ってきます。ごめんね、全然なんかちょっとぐらいしか配信を思ったよりできなかったので今日はもう配信できないんですが、皆さん見てくれてありがとうございます。じゃあ、11月まだ始まったばっかりですが頑張っていきましょう。皆さんあのお仕事も頑張ってね。ありがとう。じゃあね、行ってきます。バイビー。